カンダ・カルチェラタン闘争に入る前には、中央大学中庭で集会が催された、中大中庭から駿河台の明大前の通りに、進出した文との学生たち、カンダ・カルチェラタン闘争は、1968年6月21日に、社会主義学生同盟が、東京カンダ・駿河台の学生街で起こした、解放区闘争。駿河台の通り2箇所にバリケードを築いたが、 機動隊に突破された。カルチェラタンはフランスパリ市の地区名。パリ大学やグランゼコールなどの小学校が集中しており、1968年にフランス学生のデモである5月革命の舞台となった。1968年8月にオーストラリアでアスパックの開催が計画されており、日本からも外務大臣が出席の予定であった。社学はこの会議が 日本帝国主義のアジア最侵略への一歩であり、70年安保の実質化であると位置づけていた。そこで1968年6月21日、アスパック開催講義の実力闘争を組もうとして、このカンダ・カルチェラタン闘争を呼びかけた。各地から集まった社学堂700名は、中央大学中庭で集会を開いた後、カンダを、 日本のカルチエラタンにせよというスローガンで闘争を展開し、駿河台の通り2カ所に中央大学や明治大学から持ち出した机などを使ってバリケードを築いた。しかし警視庁がバリケード撤去に来るとあまり衝突することもなく学生側が退避した。結局周辺の学生がたくさん集まり、社学堂は明大大学院前で約3000人の学生を集めて、 集会を行ってから解散した。1968年には世界的にベトナム反戦運動が盛り上がった。沈黙することは戦争に手を貸すことという雰囲気さえ醸成されていた。ソルボンヌ大学では学生改革を要求する学生の激しい闘争でカルチェラタンやサン・ウィッシェルで解放区を実現しただけではなく、労働者のストライキと工場選挙に波及し、 フランスの5月革命と呼ばれる状況を引き出していた。イタリアの初大学でもベトナム反戦運動から波及した学生による大学選挙が起きたり、ベトナム反戦運動はヨーロッパ各国に広がっていた。社学堂は中央大学と明治大学に多くの同盟員、シンパがいたことから、パリの学生運動の拠点であったカルチェラタンになぞらえてスルガイで、 解放区闘争を組もうとしたものであった。1968年から1969年にかけて全国の大学に学生運動が広がり、全教頭が結成される大学も多かった。街頭デモでは、そうした学生と機動隊が激しく衝突することが多かった。こうした衝突で、神田地区におけるものを広く比喩的に、神田カルチェラタンと呼ばれたこともあり、 当時の学生運動参加者の使用例には以下がある。中大、明大などの学友と共に、神田、お茶の水カルチェラタン海ホーク闘争を戦い、順天堂病院から東大校内への進行を図る。ありがとうございます。